ギガ連射。さあ、おう、やっていきましょう。今日やっていくのはこちら。クターのグルペロ SR。まあ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 。このゲーム、多分ね、結構新しめだね。クターシリーズの中ではね。最近できたやつかもしれない。ギガ連射。最近っつってもまあ、5年ぐらい経っとるかもしれないけどね。ギガ連射オールライツリザーブドっていうね。不穏な文字が踊ってる。ちゃんと実況して大丈夫なのだろうか。すべての権利は、ギガ連射に帰属しますとかって書いてればいいのかな。どうなんだろうか。やっていこう。はい、やっていこう。まずあらすじから。これね、やるのどうかなと思うんだよね。アクションでもなんでもない。ただのパズルゲームなんでね。面白くできる自信はあまりない。パズルゲームを面白くしてる実況者ってすごいと思うね。テトリスのなんか何人対戦とか、ああいうやつは、まあまあまあ面白いのかなと思うけどね。ただのなんかこうヨッシーのクッキーともやれ言わ皆まで言うな。やっていこう。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、大好物はいくらでも食べられる驚異の無表情キャラクター。クターのパズルゲームがタイムアタックモードで帰ってきたよ。知らん。クターのパズルゲームっていうのがあったのを知らないんだが、昔あったんだろうね。クターたちは好物をぐるっと回してつなげて大好物をペロリと平らげよう。たくさんつなげて大量得点。誰でも簡単に遊べる新感覚パズルゲームだよ。画面の下にあるタイムバーがなくなるとゲームオーバーだ。これをね、ギガ連射はね、ギガ連射さんはね、アプリで出せ。なぜアプリで出さん？なぜアプリで出さないんだ、これを。こんなんいっぱいあるやん。なんかなんだっけ、つむつむとかさ、ね、パズドラとかそうだけどさ、なんかなんだっけ、あいつの名前忘れた。また忘れた。ゆるいやつ、4種類ぐらいあるやつ、あれ、すみっこ暮らし、そう、ああいう感じのパズルゲームみたいなね、感じ出せばいいのにね。不思議だよ。こんだけの開発力があるのにさ、なぜアプリでこんなのバンバン出していかないのか。それこそね、黒猫の水とか、白猫とか出してる会社、あそこなんだっけ、クマザベアだっけ、コロプラだよ。コロプラみたいにさ、コロプラも最初の方はショートな感じのミニゲームいっぱい出して、それで経験値を積んでアプリゲームでバーンと打ってたんでしょ。ギガ連射さんもね、クターをこう、もっとこう、なんかこう戦略的に使ってね、もううるせえ。はよやろう。面白くできるつもりが全くないから。しかも時間がある。これは、え？あ、お？なるほど、なるほど。はい、あ、つなげりゃいいんだ。なるほどなるほど。あ、なるほどなるほど。やっとにわかに理解した。こういうこと？こういうことね。音楽が強すぎないか。ゲームに対して音楽が強すぎないか。はい。まあ見てわかる通り、パズルゲームあんまり得意じゃないです。はい。これ乗っていいかな？いいっすかね？終わっていいっすかね？ランキング見とこうか？こういうパズルゲーム好きな人もめっちゃ強いっす。おーほーセシルさん、あなたこれ好きね。これきっとめっちゃ好きなんだろうね。このスコア多分尋常じゃないの。アザラッシーが9202ペロにいる。こいつら結構やるな、パズルゲーム。俺はアクションならなんかこう、メラメラと来るもんがあるんだが、パズルゲームのその上の方を目指そうっていうその気概よ。なんとなくやってたら上位なんだろうね。とりあえずもうちょっとやってみる。なんかね、キャラクターの関係性みたいなのもあるっぽいんだけど、関係性っつかな、なんつかな。なんかこう、あのクターはどれが、クターはリンゴが好き。だけど、クターはリンゴが好きだけど、このチェリーはチーズが好きだし、ローナかな、こいつ黒いやつなんだっけ、スモークだっけかな、は、つ
な感が好きとか、そういうのがあるっぽいんで、なんかそういうコンボみたいなのもあるっぽいんだが、いかんせんよくわかんないよね。音楽が、熱すぎるんよ。ゲームの内容に対して音楽が熱すぎるんよ。難しくないこれ。難しくないこれラストにします。もう泣いても笑ってもね。おめえ下手すぎる。俺に変われっていう。私に変われってやつは、ぜひ、これ本編でプレイしてください。自分でプレイしてください。もう俺はダメだ。パズルゲームうまくやれる気がしない。パズドラとかもね、すぐ投げるからね。投げたからね。まあ、パズドラがパズルゲームかと言われたらちょっと、甚だ怪しいところあるけどな。札束で殴り合うゲームかもしれんけどな。札束で殴り合うゲームもちょっと得意ではないけどね。ほう、そんな消え方が。今のがローラと、スモークとツナ缶のコンボってやつかな。なんか鳴ってる。なんか鳴ってるけど。トラッキング外れてた。あ、得点見てなかった。得点は、伸びたな。伸びたな、なんか。100ぐらいで止まったのに。しっかりやった。絶対無理じゃん。絶対無理じゃん、この辺のスコアは。どうなっとんの、これは。もう一回やろうかな。いや、これが、パズルゲームの怖いところ。もう一回やろうかなっていう、そういう欲が出てしまう。それ良くないね。今回この辺にまでにしときましょうか。クターのグルペロ SR。グルペロ SR。あんまりやってもね、多分、面白い絵が撮れる自信は全くないんで、この辺でやめておきます。パズルゲーム好きだよっていう人はね、こういうなんか、くるくる回して、合わせて、消して、まあ、ぷよぷよとかみたいな感じのやつですけども。サメガメみたいな感じのやつですけども、やってみてください。私はここまでだ。ってことで、また別のクターのゲームでしょ。ほんなまた。